人が足りない。もうふ、金の次は人踏もうか。ですが先日増員されたではないですか。人件費のことはきれいさっぱり忘れ去って。とにかく明日から募集を開始する。では解散。足立英子です。よろしくお願いいたします。足立英子さんは、ほう、以前は芸能事務所に所属、映像作品に出演。どのような作品に出演されていたんですか？はい、AV です。そうですか。AV です。スボドキュー。ああ、そうだな。うん、そうだ。足立さんの志望動機は？前の仕事はどうも向いてなかったみたいなんです。楽しかったんですけど。楽しかった？ええ、でもやっぱり直接いろいろなお客様の喜ぶ顔が見たいなと思いまして。これではいけませんでしたか？いえ、素晴らしい理由だと思います。なのにどうして？いえ、採用です。ありがとうございます。この前の市長選挙で落選してしまいまして、ですからここから出直して次は総理大臣を目指そうかと。絶対無理ふも。しぶとそう。よし、採用。本気ふも。これぐらいのふてぶてしさがあった方が長続きするだろう。おい、何してる？もう、足立英子の写真をトリケンに送って調べてもらったふも。あいつ AV 詳しいから。ほう、ふもふも、なるほどふも。さ、次の人を呼ぶふも。分かったのか？何がふも？だから、その、英子さんの。ああ、芸名なら判明したふもんが。それが何か？くっそ、なんてことだろん。どう間違えたらこのお姉さんがこんなことになるろん。トリケンに渡した写真の比率が変わっていたふも。せっかくだし見てみるみ。無理だろん。もう、さすがにね。そう？僕は割とありだけど。今度は猫さん、元気いっぱいたくさん飲んでるね。次は小豚さん。あらあら、お母さんのおっぱいを取り合ってる。つまりアニマルビデオ。